はい、おはようございます。今回はですね、こちらのアイビオペンというのを使ってみたいと思います。こちらはですね、なんか面白い形していて、なんか先っぽがこんな感じにディスクになってるんですよね。あら、こっちか。これですね、こんな感じにディスクになってるんですよ。これペンの先っぽのこのケースとかじゃなくて、こういうなんかこういうあれなんですね、タッチペンなんですね。これ面白い形なんで、今日はこれを使って騒がしい吸血鬼たちの夜ですね、夜の火の久我のその2をやっていきたいと思います。では早速火の久我ですね、その2をやっていきたいと思います。水属性だな、持っていこう。この辺かな。あ、いいですね、よし、やろう。ここはもうなんかお決まりみたいに1個ずつやった方が効率いいみたいですね。で、真ん中入ってきたところを、ほら、真ん中あたり狙った方がいいですかね、この船は。かけやすいですね、スルスルいけますね。この辺だ、どう。あ、いい感じですね。よし、これを誘導していきましょう。またまた船を削ってですね、ですね。で、こう下ですね、船で下を削りましょう。あ、いや、肩のところにいいな、半分肩、この辺かな。で、下をちょっと削る感じでやった方がいいかもしれない。これ次の動作が早いですね、このペンだとスルスルいけますね。こうだ、うん、いい火力ですね。結構レア重ねるとやっぱりいいですね。自動攻撃だとやっぱこうなっちゃいますよね。あ、これ行こう。下削りきんないか。まあいいや。でもこのぐらいの開放率だったらまあなかなかいいんじゃないですかね。倒そう。おお、一撃だ、すごい火力だな。やっぱりレアーク違うな。あー、落ちない。今回はこんな感じ、なかなかいいですね、このディスクのやつは。面白い感じです。ご視聴ありがとうございます。